笠松康弘は、日本の作曲家。日本著作権協会制会員。日本作曲家協議会会員。駿河台大,大学客員教授。平成30年度文化庁文化交流士。クリスタルアーツ所属。管楽器奏者として、ライブハウスなど演奏活動も展開中。福井県福井市生まれ。福井市松本小学校。福井市新名中学校。 福井県立藤島高等学校を経て、東京大学文学部美学芸術学科卒業。応募を岩崎勇、作曲を三好明、ピアノをゴールドベルク山根美代子らに指示。室内楽を中心に作品を発表。弦楽四重奏曲第3.4番は、ウィーン弦楽四重奏団により初演され、4番は同グループのレパートリーとなる。オーケストラと朗読のための、 アガメムノンとカッサンドラ、東京高生ウィンドオーケストラの移植による、コントラバスとウィンドアンサンブルのためのコンチェルトグロッソ、オーケアニスの海など、大きな編成の作品も発表。一方で、演劇、ダンスといった舞台作品に、数多くの音楽を提供して、世界的に活躍する舞台人から高い信頼を得ている。演劇の分野では、ニナガワやエモリ演出作品、 ダンスでは森山海二、平山元子、加賀谷香織といったダンサーの作品。映像では是枝裕和や岡崎久志ら監督の作品に音楽を提供し、海外のフェスティバルで演奏、上演される。舞台で培った要素を音楽の世界に持ち込んで、新しい音楽作品を作ることを一つの目標としている。 2011年より、石川県立音楽堂の方角セクションにより移植され、若き古道芸の息吹シリーズに参加。森山海事のダンスと、和洋楽器の混成アンサンブルに寄せて作曲した歌浦、歌うら、夢次、神の股間人長などの作品、また新国立劇場での加賀谷香織構成振付の、エゴイズムは、新しい方角の可能性を示す作品として、また新しいダンスの音楽として、 注目を浴びる。2003年室内オペラ、エレクトラ三部作発表。王子ホール移植シリーズを3年にわたり上演。自ら台本、作曲、指揮を担当する。2005年民族音楽的要素の強い、新オリエント学派を結成、新作を発表する。演奏家としても応募へ、ズルナと名を用いると、地中海地方の民族音楽の伝統を現代にアレンジした。 2009年東京文化会館を起点に音楽空間シリーズを開始。舞台性のある音楽作品に挑む。2010年朗読、ダンスと室内医学のための四谷階段2011年室内オペラ人魚美上演。埼玉県立近代美術館 SMF、俳句音楽ダンスにて演奏。パソナが淡路島で進める芸術家の独立支援と、 地域活性化の人材育成事業、ここから村の舞台活動の音楽監督を務める。2012年、ネオコラク、桜バンドを結成し、和楽器に、オリエント系の楽器が融合する新しい音楽を提唱。これは作曲家自身の応募にアラブパーカッション、サズ、ウード、バイオリンに、流的サツマビワを加えたもの。朗読と音楽による、耳なし、芳一等を上演。 2015年音楽劇、星の王子様公共ホール共同制作、青木剛史2017年、神の古肝人調の音楽を監督。農学、あたけと歌舞伎、肝人調に取材し、バレエダンサーを起用した台本を支える楽曲を、シャミゼイや笛、鳴り物と、西洋楽器ビオラと、チェロで構成。2018年劇団式、恋に落ちた、シェイクスピアの音楽を担当。 2019年伝統と創造シリーズボリューム10花子花子音楽監督演奏受職先の五十音順に示す注釈出店ありがとうございます